パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ドラゴンマーダー3H 型スマートキットです。はい、まあ、前回予告しましたね。これやっていきますね。キットは2007年発売で、はい、例によって廃盤です。はい、もう中古でしか買えないです。多分まあ、パンツァーマイスターいろいろレビューやってくれるけど、売ってないよねみたいなキット結構多いと思うんで、まあ、僕が結構前から買いためたやつをちまちまレビューしてるんで、結構そういうことあって、ちょっと不満に思ってる方いらっしゃると思うんですけど、今回はまあ一応訳ありでやります。はい、まあ一応スマートキットっていう名前はついてるんですけど、当時のドラゴンのキットらしい精密なパーツ、それから、まあ、金属パーツですよね。まあ、これのてんこ盛りっていう状態です。はい。で、新しいドラゴンのその、日本向けのシリーズで、この車両が一応ラインナップされてるんですよね。ドラゴンモノっていうんですけど、そっちの方はまあ、近日発売で、詳細はまあ、僕も実際はまだよくわかんなくて、一応わかってるのは、ラインナップは全部マジックトラックがつく。それから、まあ、新規のパーツが多少つきます。あと、まあ、日本語化ですよね。パッケージとマニュアルが日本語化されるっていうことなんで、まあ、分かり次第っていうんですか、まあ、一個予約してるんで、まあ、レビューしますけど、このキット、とりあえず、中古でしかもう買えないんで、まあ、買い逃しちゃったかなっていう方にとっては、ある程度、その、内容っていうんですかね、なんか把握するのに、まあ、役立っていただければいいなっていうことで、今回レビューします。はい。多分、金属パーツとかは特に記載がなかったんで、まあ、大幅に、割愛されちゃうと思うんですけど、インジェクションのパーツは、まあ、基本同じものを使うと思うんで、はい。まあ、本当に購入ですかね。はい。買おうかなと思っている方の参考になれば幸いです。はい。では、早速中、見てまいりましょう。組み立て説明図です。これはいつものボードで、まあ、マジックトラック、それから、まあ、いっぱいついてます。これ弾薬ですね。これは車体のパーツですね。はい。戦闘室とかありますね。箱ゴミ積みの下部車体。これも車体ですね。はい。フェンダーとか入ってますね。これは中のパーツですね。はい。インテリアですね。これはパック40ですね。はい。手法のパーツです。これは足回りですね。リアパネルですね。はい、これだけあります。これ新規パーツですね。はい、あと金属パーツですね。はい、パーツは以上です。組み立て説明図です。はい、表紙はパーツ図ですね。青い、まあ、見かけの使わないやつ、まあ、そこそこあるんですけど、まあ、多分これ 38T 用のパーツですよね。はい、はい、注意書きとカラーチャートから組み立て開始で、ダーガーケースですね。はい。1個入りと2個入り。これから始まってますね。はい。弾種は一応2種類。鉄鋼弾と、まあ、多分榴弾ですか。あと、カラー薬莢。で、弾丸ケース、デカールとかついてますね。うん。いや、まあ、相変わらずですよね。で、機動輪と誘導輪は貼り合わせで、まあ、サスペンション38だから、まあ、これだけですよね。はい、ボギーの基部に板バネつけて、これピボットと天輪つけてっていう感じで、シンプルですね。はい、まあ、かける4って書いてあるんで、天輪の組み立てはこれだけですね。はい。はい、下部車体に、まあ、機動輪とか、リターンローラーとかですかね。はい、基部をつけて、床材ですか。はい。で、リアパネルですね。はい。
はい、気管とか牽引服の器具とか、はい、いろいろつけちゃってますね。はい、まあ、相変わらず詰まってますよね。あの詰め込んであるっていうんですか。で、この辺はちゃんとあの角度がこう指定で入ってますけど、束ではめればピタッと収まるじゃないんですかね。はい。はい、フェンダーですね。はい、まあいつも通りこの辺のあのブラケットは全部分割で、これは車体ですかね。ドライバーとかの、サイドのビジョンポートかな。はい。とマジトラ。はい。カーズがついておりますね。はい。うん。まあ天輪をはめてリターンローラーつけてくださいと。はい。ひっくり返ってるんでなんか違和感かな。見づらいかな。はい。うん。こういうとことかね、なんか紛らしいっていうか。まあいつも通りかな。はい。これはトランスミッションとフロントパネルですよね。これはね。はい。まあ、自走砲なんで、前の方ですかね。運転席周り多少パーツがつきそうですね。はい。先頭室にトランスミッションとか、まあこの辺の、はい、天井つけたりしてますね。はい。これは尾灯とか、で、弾丸ラック。そういうものをつけつつ、これは運転席の、はい、正面走行ですね。はい。まあ、相変わらず細かいですよね。はい。もうかなり精密にパーツついてますよね。まあ、細分化っていうんですか。はい。まあ、見えないとこまで。はい。車載機銃ですね。はい。正面の。で、これは、なんだ。これは正面走行の。はい、ペリスコープですね。MA とか、はい、アームがエッチングパーツですね。そう、多分このキットは細かいところかなりエッチングパーツが入ってるはずで、これですね、排気、エアインテークのところですね。まあ、メッシュとそれから防塵っていうんですか、シャッター。これがついてますね。はい。うん。これリアのエンジンパネルの、うん、エンジンデッキの上のところの工作で、これが雑具箱で、そう、こういうとこまでエッチングパーツついてますね。OBM ですね。はい。まあ予想通り、クランプが全部エッチングパーツですね。うん。まあ多分エンジェクションでついてると思うんで、基本削り落としてっていうことですね。はい。ジャッキもそうですね。うん。で、車体に細かいこういった装備品類をつけていきますと。はい。予備の履帯の留め具もエッチングパーツですね。そう。ノーテックライトで、これが多分、光が出るスリットとか、これ非常にわかりづらいんですけど、多分、器具のベースプレートですよね。まあ、これもエッチングパーツですね。はい。うん。はい。例の、隣のパンチホールのついた雑具箱ですね。まあ、両ありですね。はい。で、これですね、この辺の、後ろについてるバスケットですか。はい。こういうのもつけて、多分、車体の下は完成かな。はい。これ、金属パーツ入ってましたよね。手法の組み立てで、まずマズルブレーキからで、そう、この頃のパック40って結構、マズルブレーキが、バリエーションがあって、まあ、3種類選択かですね。うん。で、これ、尾栓のとこですね。開閉器、まあ、開閉で、レバーの位置が多分違うと思うんですけどね。多分、レバーをこうやって手前に引いて開けるじゃねえかなと思うんで、これは図が、上がちょっと心配ですね。うん。なんかちょっと違う気がしますけど。で、この辺ですね。はい。後ろのパーツをつけて、で、金属方針入ってましたよね。まあ、選択式でこういうものをつけていくと。で、あとはもう、溶化とか放火の組み立てですね、この辺。まあ、パック40結構ね、やってますんで、おなじみですけど、パーツの数がやっぱりね、一回り多いかなって感じですよね。うん、
はい、矛盾つけて、無線機とかいっぱいついてますけど、これですね、はい、車体につくペリスコープもこれかなり精密に再現されてますね、うん、はい、まあ戦闘室のあの装甲班ですよね。そう、サイドにつくラックも全部エッチングパーツですね、これね、はい、金属加工非常に多いですね、はい、トタイザーとかでトラベルロックとかですね、うん、ね、こういうあのサイドのビューポートっていうんですかね、ガンポートっていうのかな、照準器の覗く窓とか、こういうあの上の、はい、ちっちゃいハッチ類もうことごとく開閉選択式ですね、はい、手法を乗せて戦闘室つけて完成かな。あ、はい、最後にこれあの後ろのバスケットの、はい、ブラケット、これもエッチングパーツですね、うん、いや、はい、結構作業量ありますね。最後塗装図ですね、はい、あのまあ弾丸とか一応ちゃんとついてますね。で車体の方はイタリア戦線、チュニジア、はい、アフリカ行ってるんだ、はい、はい、東部戦線、イタリア、全部で4パターンですね。金属パーツですね、金属方針です、アルミの引き物ですね。マズルブレーキはインジェクションのパーツになってますね。戦闘室の後ろ端につく、まあ、あのバスケットのメッシュですかね、はい、あのこれエッチングパーツを曲げたものかと思ってたんですけど違いますね。ちゃんとあの横材に縦材をこうくっつけて、はい、丁寧に折り曲げてありますね、はい、まあ、これすごいですね。あのトライスター、まあ、やった時にインジェクションですごくシャープなパーツついてましたけど、まあさすがに金属の精度にはかなわないって感じですね。いやもうすごいですねこれね。いつものまあボードですね、まあ、マジックトラックから見ていきましょうか。マジックトラックです、はい、あの接写レンズ持ってないんでもうこれがもう目いっぱいです。右が表側で左が裏側ですね、もう素晴らしいですね。でこれあのかなり新しいマジックトラックらしくてですね、見えないかもしれないんですけど表側の両脇に鋳造品のナンバーがしっかり再現されてるんですよ、はい、で、まあ、裏側はまあど真ん中にねあのゲートの跡みたいなやつと、あと両脇にちっちゃくあの押しピンの跡があります。もうこれはまあいつものことなんで、まあ、しょうがないんですけど、あのかなり再現度が高くてガイド音もこういう感じなんですよ。まあなんで多分現状インジェクションではもうベストなんでしょうね、はい、まあもちろんあの組み立てのね手間は結構あるとは思うんですけど、これはもうねあの人それぞれなんで、はい、もうこれが好きっていう人もおられると思いますし、ただまあ 3D プリンターの、はい、履帯が今後どんどん出てくるんで、まあ、そのポジションがどうなるかは今の時点ではね何とも言えないですけど、まあもう素晴らしいですね、はい、はい、ボードの方ですね。まずクリアパーツですね、ペリスコープっていうかまあこれドライバー席とか運転席の、はい、ペリスコープですね。でこれが多分戦闘室の方につくやつで、インジェクションのパーツはまずクリーニングロードとか工具ですね、はい、これ、はい、クランプがついてないやつが用意されてますね、はい、これ車載工具、うん、非常にありがたいですね。でエッチングパーツですね、まあこの辺のあの多分細長いやつが履帯の留め具だとか、はい、もうあの雑具箱とか、これが車体の脇につく、はい、あの物入れ、あとエアインティグのメッシュとか、うん、まあすごいいっぱいありますよね、うん、結構あの車体の割っていうんですか、あまり大きくない車体ですけどかなりついてますね、うん、これ工作あのまあ楽しみですよね、はい、でデカールですね、こっちの小さいやつはあのまあ注意書きとかあるんで、これあれですね、砲弾ケースとかそれから砲弾につけるやつですね、うん、カルトグラフ製です。でこれは車体の方ですね、はい、
まあ、手続きと車体番号と、舞台番号と、まあ、パーソナルマーク、あとキルマークついてますね、はい、これもカルトグラフです。箱が水見の下部車体ですね、はい、もうまずご覧の通りですね、リベットとか、まあ、ボルトの、はい、塩梅が非常に良くてですね、前に結構ね比較とかした時に、そうですね、まあトランペッタとかドラゴンって割とこうディティールがシャープなのはいいんですけど、まあリアルの大きさに結構寄せてる関係上、まあ何ですか、言葉が悪いですけど見栄えがあんま良くないっていうんですか塗装した時にトラスターとかみたいなちょっと大げさに表現してあった方がいいんじゃないかみたいな、まあ僕はそっち好きですよみたいなことを言いましたけど、まあでもやっぱりこういうの見ちゃうとね、そうじゃねえよなみたいなとこもありますね、うん、すごいですねこれねはい、ドラゴンのね38っていうのはねやってるんですけどね、まあ、やっぱりいいですね、はい、ものすごいシャープでいいですよね。リアパネルですね、はい、まあ、一応新規パーツということですけど、38っていうのと比べるとやっぱり若干形状が違ってて、ここですね、上の端、多分例のバスケットのパーツですかね、ああいうのが干渉するんで若干形が変更されてますね、はい、きっちり再現されてると思います。車体のパーツですね、はい、まあ、細かいパーツが多いです。フェンダーとか入ってますね、フェンダーですね、はい、こういう感じです、はい、まあね、細い細いとかって言ってますけど、まあそんな感じじゃないんですよね、はい、でこの辺につく細かいパーツのディティールとかもう、はい、まあ言い直しましょうかね、まあ、非常にシャープですよね、はい、もう何ですかね、まあ、まあ説明の必要もなくて、はい、まあ多分、はい、もう見れば分かりますよねみたいな感じですかね、はい、この辺のね分割とかもね非常にこう細かく分かれてて、このサイドのパネルは一応オープン開閉かなんですよね、はい、選択式なんで、まあインテリアがねとりあえず多少つくっていうことなんで、まあ、エンジンパーツとかねあったら大変なキットになりそうですよね、はい、まあ、この辺のパンチングホールとかもやっぱりバリがついてたり、それから綺麗にね穴が抜けてなかったりすること結構あるんですけど、まあドラゴンのパーツに関してはそういう心配はまずないですよね、はい、これ正面につく車載機銃で、まあこの精度ですからね、はい、銃口もちろん穴開いてます。これですね、はい、ヒンジとか、まあ、こういう曲面につくリベットとかも非常にいいですよね。これはフロントの、はい、天井ですか、はい、これは第一ブラケットかな、はい、これちょっとまあ削りたいですかね、はい、気持ち薄くしたい、まあでもそのぐらいじゃないですかね、はい、これリアパネルですね、はい、ここですね、はい、この辺の形状が違ってましたよね、はい、これは車体正面の下部のとこかな、はい、非常に四角い車体なんでこう角度のついているところの、はい、シャープさっていうんですかね、まあ、いいですよね。アンテナと、まあ、団体ですね、これは一応まあ車内の、はい、車載重要なんですけど、マガジンじゃないってことなんですかねこれはね、はい、これは牽引の基部ですね、はい、いやもう素晴らしいですね。この辺は開けれるパネルですか、これが正面のフロントの点検パネル、あと車体後部のサイドのパネル、まあ押し出しピンの跡はまあありますけど、見えるんだったらば消せばいいかなですかね、はい。車体のパーツですね、まあ主に先頭室の走行板と、あとまあいろいろ細かいパーツがついてます。まあまずこれですよね、はい、先頭室の、はい、走行板ですね。走行表面はドラゴンの、割と最近っていうんですか、切れ目な梨地ですね。前回やったハノマグとはちょっと違いますね、はい、まあリベットとか、それからこの突起ですかね、はい、
ちょっと拡大しましょうか。はい、あの外周っていうんですかね、まあこれですね、はい、あのフットマンループっていうんですか、あの偽装網とかつけるフックですね、まあ、こういうのちゃんとついてるんですけど、でかいんですよこれ、はい、結構大きめについててすごく目立つで、まあ形状はねフックのものがまあこういうのくっついてるんで違うんですけど、これはすごくいいですね、割と目立つとこなんで、これでいい人は多分ピンウォッシュすると非常に見栄えがする大きさで、気になる方っていうんですか、やっぱでかいなっていう方は削ればいいと思うんで、ちっちゃいものはね大きくできないですけど、大きいものは削ればいいんで、この味付けっていうんですかね、これすごく僕気に入りましたね。トライスターはね、はい、エッジバーついてましたからね、はいはい、まあ防潤ですね正面のね、はい、で天井、はい、まあさっきからねこういう細かいパーツがもうすごいシャープだって言ってますけど、まあ、ご覧の通りですね。この辺は、手すりとかですよね、はい、これ台座とかですかね、はい、うん、これはあれだ、後ろの端っこにつくバスケットの金属パーツの一番外枠ですね、はい、うん、なんかちょっと中途半端に飛び出てたけど、これが外に最後つくんですね、うん、なるほど、はい、でこれが例のサイドにつく、はい、パンチホールのついたバスケットですね。どうですかね、まあすごいシャープですよ、うん、いや簡単にね細いとかって言っちゃダメですね今回使う車体後部のパネルはこっち側ですね、はい、いやもうなんか見てるだけでいいですね、楽しいな。これトラベリングロックとか手法のパーツですね、一部ね、これは車内の砲弾ラックですね、この竹をこうスパッと落としたような、はい、先頭室のサイドアーマーですね、下のこう飛び出るところっていうんですか、車体からこういうところもきっちり、はい、再現されてますね。先頭室の裏側はねこういう感じです。まあ押し出しピンの後はまああるっちゃあるんですけど、サイドパネルは多分隠れちゃう気がしますね、はい、多分消さなくていいと思いますね、はい、こっちのやつも問題ないですね、こっちはないですね、はい、天井は見えない。あと車体後部の脇につくパンチングホールのついたバスケットですけど、これは多分プレス成形だと思うんですけど、これ見えますよね。溶接痕がいっぱいついてるんで、多分一枚板をプレスしてんじゃなくて、こう簡単に曲げたやつをもうくっつけてんですね。はい。多分これ戦闘中に折れたりとかしてるかもしれないですね。はい。強度的にね。ちょっとびっくりしました。うん。まあそういうとこまでしっかり再現されてますね。これはインテリアのパーツですね、はい、トランスミッションとか、まあ、無線機とか、はい、そういうもの入ってますね。まずパーツこの辺ごっそり抜けてるんで、多分インテリア付きの 38T のパーツ使ってそうですね。まあ何しろドラゴンのパーツなんでね、まあ、非常にシャープでいいですよね、うん、多分多少は見えるところとかが入ってると思うんで、やっぱりそういうところっていうんですか、はい、もうなんかこう手を抜かないっていうんですかね、はい、しっかりできてますよね、うん、まあ、すごいかっちりしてていいですね、はい、まあ、こういう感じですね。まあ、裏側もね、まあ、見えないっちゃ見えないんですけど、まあ、こういう一体形成でまあ、見えそうなところはやっぱり当然しっかりできてますね、うん、弾薬および弾薬ケースですね、弾薬砲弾ですね、はい、まあ、しっかり2種類ついてますね。
ただ全部で、8個しかないんですかね。はい、これはできればこのランダーもう1枚欲しかったですかね。はい、贅沢ですかね。はい、これは2個入りのケースですね。はい、まあ、この辺のストッパーとかしっかりできてますね。これが蓋、あとこれはあの1本入りの弾薬ケースですね。はい、蓋が閉まってるやつと開封済みで蓋、はい、あとは空薬莢ですね。はい、まあ、穴開いてますね。はい、はい、周辺層ですね。はい、パック40のパーツです。まずマズルブレーキですね。はい、3種類 あるの非常に良くて、目立つんですよね、特にね、こういう、これが多分一番初期型のやつだと思うんですけど、うん、結構パック40のマズルブレーキ、すごい目立つんですよね。はい。方針は1本ですね。はい。まあ、細かいパーツも非常にシャープで、はい。溶化とか放化とかも、うん。いや、もう本当にね、いいですよね。はい。この辺はやっぱりこのぐらいのがいいなとかってね、はい、トライしたらね、褒めておきながら言っちゃいますけどね、いいですね。うん、でやっぱりまあ一部、まあ、見ようと思えばね、見えるパーツとかっていうんですかね、そういうところはしっかりできてますね。うん、あ、はいはいはい、主方針はここだけ、根元だけモナカですね。はい、うん、これはちょっと意味わかんねえな、その必要あったんだろうか。あ、重量ですかね。はい。足回りのパーツです。これが気取りんですね。はい。穴が開いてないタイプ。はい。これが1種類。で、ギアに全然ゲートが乗ってないですね。はい。これは、あれですね。ロードホイールの、ピボットアームか。これは多分、先頭車の底板。はい、でこれがもう一種類の軌道輪ですね。はい、まあとにかく2つの、はい、軌道輪が存在しているので選べるっていうのがまあいいですよね。これが軌道輪のホイールキャップか。はい、あ、失礼、これは何だろう、これサスペンションのところにつくカバーかな。はい、そうですね、軌道輪のホイールキャップはこれだ。うん、で、誘導輪ですね。はい。はい。ロードホイールですね。まあ、いいですね。はい。まあ、ゴムとそれからその金属の、こう、質感がやっぱ違うし、で、ホイール自体も、ホイールボディとこのホイールキャップ、この辺の質感も全然違うんですよね。まあ、この大きさでそういうものをちゃんと、こう、分けて再現できるっていうことですね。はい。はい、リターンローラーですね。はい、ゴムに字がついてあります。はい、イタバネ。はい、はい、ファイナルギアのケースですね。はい、巻き取りの基部、これがサスペンションのピボットのベースプレートですかね。はい、まああと細かいパーツ、これがピボットベースのまあ表側ですね。はい、まあ、板バネ、まあこういうところにちゃんと押し出しピンのとこ落とし込んでますよね。これはリターンローラーの基部か。はい。はい。天輪の内側ですね。うん。で、最後に、これが、はい。先頭室の床ですね。まあ、こういう形状なんですね。はい。パーツの紹介は以上です。総評です。もう、感でしたね。はい、まあ、久しぶりにちょっとそういう感じで、はい、鳥肌立ちましたけど、なんかトライスターはね、前やってるんで、明らかにもう、こう、捉え方っていうんですかね、もう違うっていう感じで、まあ、本当に好対照な気はしましたね、目的には。はい、もう、本当に精密感あふれるキットで、もうこれ以上何を望め、みたいな感じですかね。はい、はい、もう何もいじるとこないんじゃないですか。はい。そうですね、僕は個人的に、まあ、もしやるとしたら3D プリントの、フットマンループ買いましたから、まあ、ぐらいですけど、レビュー中でも言いましたけど、あの辺の味付けっていうんですか、通常ああいうのってすごくちっちゃく、はい、モールドされちゃうんで、まあ確かにそういうものですよねみたいな感じだったんですけど、多分
他のまあ似たような車両のキットよりは大きく、はい、モールドされてて、あれまあ多分そのままやったらかなり目立つと思うんで、今の塗装方法にすごく合ってる気がしますよね、はい、今のウェザリングっていうんですか、はい、まあ大きいっていうことは、まあ、でかすぎるなって思うんであれば削ればいいですから、はい、まあ、ちっちゃすぎるものよりは、まあ、まずいい、はい、結果往来の成形だったのかもしれないですけど、いや、 やっぱそういうところはすごく感心しましたね、はい、感心しましたって言い方もなんかちょっと失礼ですけど、はい、で新しくまあドラゴンが出すモノシリーズですね。正直まあインジェクションのパーツは多分同じものが入ると思うんで、ベースの、はい、コンポーネントはまあ新規のパーツですよね。この車両に関してはインテリアはちょっと新規でつけるって言ってるんで、まあ何が入るのかなっていうのが正直本当にこう楽しみですよね。あとまあ金属パーツですけど、エッチングパーツのことには一切触れられてなかったんで、その辺のパーツが新規でインジェクションでつくのか、まあエッチングパーツありましたよね、1枚ぐらいはつけてくれるのか、まあその辺ですかね、はい、まあ悩ましいところは。まあただプラのパーツはもうどれもこれも素晴らしいものばっかでしたから、日本での一応販売価格は安いとこでこのシリーズ3600円とか700円ぐらいでしたか、はい、なんでまあヨーロッパに住んでる人たちも多分ね、一応日本ではこれ輸入品ですから、まあ、同じぐらいですか、35とか高くても40ユーロぐらいで買えるとしたらまあかなりいいんじゃないですかね、はい、パッケージやねマニュアルが日本語化されちゃうって言いますけど、まあ多分番号さえ合ってれば、はい、別に何語で書いてあっても組み立てができると思うんで、はい、まあ日本語マニュアルじゃダメだなって思う心配も多分ないような気がしますね、はい、まあ、前回も言いましたけど、そのドラゴンがそういうシリーズ始めて、で一番大事なのは続くかどうかですよね、はい、ネオトラックはね、まあ、なんかいまいち続かなくて3号戦車くらいかな、あと97式ぐらいしか見てないんで、まあ、このシリーズちょっと頑張って、まあ、いくつもきっと出してもらいたいですよね、はい、ドラゴンのスマートキットはね本当にまあ、どれもこれも廃盤でなかなか手に入らないですから、まあこれを機会にやっぱりちょっと、まあ、盛り返してほしいですかね、はい、はい、今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。